自分らしく素敵な毎日を送るため、あなたの女子ライフをサポートします。今日の女子ワードはこちら、初潮や生理にまつわる悩み。今回は福田病院産婦人科医、関東由紀子先生です。初潮、つまり生理はいつ頃始まりますか？大体小学校の高学年から、中学生にかけて始まる方が多く、年齢でいうと大体10歳から13歳ぐらいの方が多いようです。ただ人によっても早い方、それから遅い方というのは様々ですので、遅いからといって不安になる必要はないと思います。初潮が来るという方はどんなに成長していき、赤ちゃんが産めるようになっていくということで、とても素晴らしいことです。ただ10歳未満で月経が見られるとか、15歳過ぎてもなかなか月経が始まらないという方は、中には病気が隠れている可能性もありますので、そういった時は婦人科にご相談ください。生理の出血について教えてください。必ずしも初潮は赤い経血が出るというわけではありません。少量であったり、色が茶色っぽく少しだけという場合もあります。でその後、月経周期が安定してくるに従って、月経量も安定して増えてくるということを知っておきましょう。経血の量というのは個人差がありますので、どのくらいの量が正しいということはなかなか言うのは難しいんですが、始まったばかりの頃は経血量は少量なことが多いので、あまり気にされなくても大丈夫です。逆に多い日用のナプキンを使用しても1時間で溢れるぐらいと頻繁に変えているという方がいらっしゃったら、婦人科の受診をお勧めします。病気の有無を確認した上で必要な治療、例えば低用量のピルを飲んでいただくとか、そういったことで症状の改善につなげることが可能です。健康診断を受けられるようになったり、もしくは学校などで貧血を指摘されて婦人科の受診を勧められたというケースもあります。貧血の原因の多くは月経によるものということがありますので、女性の方の貧血はないがしろにせずに、婦人科の病気を一度疑って婦人科にご相談いただきたいなと思います。保護者の方にはお子さんの生理がきちんとしきているかということを、しっかり見ていただくと、生理痛などに辛い思いをされてないかとか、時々お子さんとお話ししていただければ、家族のコミュニケーションの場ともなると思います。産婦人科医は女性のかかりつけ医です。生理にまつわる悩みは気軽に相談してください。春休みなどの長期休暇は、生理にまつわる症状や悩みを相談するいい機会です。自分の体を知って素敵な女子ライフを。